人がまず資本にしまして、全国に売りに歩いたのが日野商人のスタートになります。それから100年遅れて日野で薬が登場してきます。万病肝脳がんとかね、こんな薬ができてきました。ちょっとお待ちくださいね。床の間は欅の一枚板、床柱を使ってます。でこれなんかパッと見たらそんな豪華に見えないんですが、まっすぐな正美が四方とも通っているという、はい、なかなか貴重なところ。